難しい技術なんだけど、絶対こっちの方が早く動けるし、相手もびっくりすると思う。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。今日は緩急を使った、ストップ&ゴーっていうのをね、やっていきたいと思います。例えば左利きで右サイドからドリブルしてて、でシュートを打つと見せかけて1回止まって、またギュッてスピードをねさらに上げるやつで、今日はそのね、出して止めてまた出すっていうね、その動きのフェイントのね、止めるとこ、これ結構止めるときって難しいんだよね。であと1つのポイントは、自分が先動く、ディフェンダーは絶対リアクションでついてくる、ね、じゃあ自分が止まる、相手も止まる、で早く自分が動くっていう、これがね、緩急っていうんだけど、今日はそのね、止め方っていうのをやりましょう。止め方プラス、早く動くためのね、ポイントっていうのをみんなに教えていきたいと思います。ポイントとしては、こうやってコーンを置いてもらってもいいんだけど、少しグッてスピードアップした中でボールを止めるんだけど、これね、練習としてはちょっとこのアウトサイドを押し出すときは、みんなも少しだけスピードをやっぱこうやって上げてください。今日のね大事なポイント、止める、これしっかり止めれないと次の動きも早くいけないし、じゃあこの技、やってもなかなか失敗すると思うから、止めれるポイントね、止めるっていうポイントを今日はやっていきます。僕の最初やっちゃうと結構難しいんで、みんなは最初これでもいいと思う。足こうやってついて、完全かかとまでついてボール止めてあげる、そしたら押し出してあげるっていうことをやってください。ちょっとスピードアップして、最初こう斜めまっすぐから、このマーカーとマーカーの間の真ん中ぐらいまで押し出す、止める、また出すっていうような練習で、この時のポイントが、初心者の人ね、最初やる人は足を止めるってことに集中してあげるから、全部使ってボールの勢いを殺してあげてください。次のポイントは、早く動きたいんだよね。これも止めた後早く、いいですか。じゃあその時の止め方っていうのは、レベル高くなったらちょっとこういう止め方やってみて、やった時に今の分かったかな。ちょっと僕の止め方、スピードアップ、はい出た、出した後足首こうやって全部ついて止めるんじゃなくて、これ今日のポイントなんですよ。膝内側にしてあげて、かかとも上げる、つま先も上げてあげるとボール止まりやすくなります。地べたからついてる時に足首入れ返すのってすごい難しいというか、結構遅くなるからね。じゃなくて空中にある時っていうのは、足首やっぱみんな回りやすいよね。回りやすいよね、こうやって。いいで、こうやって回りやすいからこそ、止めましたって言った時にギュッとすぐ出やすくなるから、いい、これが本当サッカーでいう 0. 何秒の世界でめちゃくちゃ大事な、ね、そのスキル、いい、ここで止めるのと、こう空中にある中でギュッて足首回すのとじゃ全然スピード違うから、その時の止めるためには、このスピード上がった時にしっかり100、0、100っていうのがやっぱり、理想的ね、スピードの変化としては、ね。じゃあその100のやつをコントロールするためには、やっぱりこれだけじゃダメなんだよ。体を伸びきっちゃうから、ね。じゃあさらにプラスアルファ、しっかりグッてボールをホールドしたい、止めたい、ね。そうした時に、はい、これ膝を曲げる、こうやって内側に入れることで、さらにブロックを強固にしますよ。いいですかね、ブロック強固にしたらやっぱ止めやすくなるから、はい、止めたらギュッてスピードアップできる。これが相手止めた後の早く動くためのポイントなんです。いいですか。これよくね、みんなもねやってみて。ドン出した、止める、はい、入れ替わる。難しい技術なんだけど、絶対こっちの方が早く動けるし、相手も、びっくりすると思う。止め方でもやっぱりこっちの方が 0. 何秒絶対早く動けるから、速いね、速いスピード、止める、早く動き出す。こうやって練習はね、こうやってゆっくりいって、ちょっとスピードアップ、止める、でまた出す、 OK でまたこっちに戻ってくる、でドリブルして、ちょっとタイミング、スピードアップ、止める、ゆっくりこと、ゆっくりドリブル、ゆっくりドリブル、スピードアップ、止める、ギュッと出す。あと一つね、ブロック作るために、僕のね、結構説明ではたびたび出てくる軸足ね、軸足がめちゃくちゃ重要。膝も曲げてる、足首をこうやってブロック作るように、こっち向きね平行にする、または立てる。でその時にこの軸足がさ結構離れてくなると次の動きがもったいないんだよ。せっかく止められてるのに次の動きのスピードがパワーが全然ない。いい？だったらこの軸足も割と近いところにあれば、近すぎると逆に今度窮屈になっちゃうからね。ちょっとそこはね一人一人違うと思うけど、そこはちょっと自分で調節して考えてみて、ね、何センチがいいんですかってよくね、まあ、そういう質問もあると思うけど、やっぱりね正確にはそういうこと言えないと思う。なぜかというと本当に体のね使い方だったりやっぱりサイズが違うからさ、ね、それは同じだったらちょっとおかしい話だよね。自分で探ることってすごい大事、それを見つけ出すっていうのがすごい大事だからね。その幅、その足、奥位置、軸足のねどれくらいだったら自分ってこうやって本当にスピードある中ボール止めて次また速いスピードいけるのかなっていうのも早く探し出してみて。スピードの変化っていうのがかなり、キーポイントになってくるし、相手もこんだけ速く行って止まってまた速く行くのっていうと、やっぱりディフェンダーっていうのは常にリアクションだからね、基本は、ね相手が動くことに対して反応するから、じゃあその動きのギャップっていうのをつくためにこういうストップ&ゴーっていうのがあるからね、まあ、今日はその動きを、早くスムーズにいくやり方っていうのを、まあ、教えたんだけど、ね、これもやっぱり実践でねすごい試してください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。